さん、こんにちは。私はヘルスメイトの竹内です。皆さんは食品ロスという言葉を聞いたことがありますか？食品ロスとは、本来食べられるのにもかかわらず廃棄されている食べ物のことです。富山県食生活改善推進連絡協議会では、食品ロス、食品廃棄物削減運動をさまざまな機会を通して普及・啓発を行っています。今年度はその一環として、地域の皆さんから食品ロスの少ないアイデア料理レシピを募集し、県内各市町村で食材丸ごと使い切り料理コンテストを実施しています。今回は11月23日に大島社会福祉センターで行われた食材丸ごと使い切り料理コンテストの様子をご紹介します。このコンテストは、地元で採れた季節の食材を丸ごと使おうをテーマに、地域の小中学生とそのご家族を対象に、もったいない、ありがたいといった食べ物に感謝する心を養うとともに、食べ物を無駄なく使い切る大切さや食べきる重要性について学ぶことを目的としています。まずは食育講座で食品ロスの削減について皆さんで学んでいただきました。ヘルスメイトが講師となり、家庭から出ている食品ロスの量や家庭でできる食品ロスの削減の工夫、食品への感謝の気持ちを持つことなどをお話ししました。食品ロスの削減について学んだ後は、それぞれのグループで思考を凝らしたレシピで調理しました。用意された野菜5品と1種類の魚を使い、その食材の特徴を生かし、普段は捨ててしまう野菜の皮や芯、魚の骨などを残さず有効に使ったオリジナル料理や、アイデアあふれる料理を作っていただきます。コンテストは、出来上がった料理の独創性や味、家庭や地域での普及性のほか、調理前後で食材を計量し、食材の廃棄量を含めて審査します。今回の食材丸ごと使い切り料理コンテストは、午前と午後にそれぞれ開催し、射水市内から合わせて9組のグループが参加してくださいました。お友達同士やご家族で参加され、どのグループも思い思いの工夫を凝らし、食材を丸ごと使い切ったアイデアレシピを披露してくださいました。その一部をご紹介します。アジは三枚におろしてつみれにするほか、身をたたいて人参しりしりにも加えました。アジの頭でつみれ汁の出汁を取り、残ったアジの骨はカリッと揚げて骨せんべいにしました。里芋はひげを取ってきれいに洗い、皮ごと薄い輪切りにして唐揚げにしました。9組ともどれも素晴らしいアイデア料理です。このように食材の有効活用と料理を工夫し、食材を使い切ることを通して食べ物に対する感謝の気持ちを持ち、家族と共に料理を作ることで望ましい食生活への関心や家族の絆がさらに深まることと、環境に優しい食生活の実践を期待しています。私たちの健康は私たちの手で、元気で長生き。皆さん、食べることは生きる上での基本です。毎日の食事を大切にしましょう。射水市食生活改善推進協議会でした。